トリーです。赤さんです。今日もマインクラフト頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。前回までのあらすじ、村を探した。そして村から帰宅中。ラッパのマークのスケルトンを倒したところからスタートです。夜ですが、川に沿って移動したおかげで迷うことなく帰ってこれました。まあいざ迷った時用に最終兵器座標記録をしてたんですが、その意味もなくなったわけだな。前回見つけた村、本当に何もない村でした。せめて地図と交換してくれる村人がいればな。なのでとりあえず地図のクエストは無視して、農業のクエストを進めとうございます。前回の最後で取ってきた恐竜の骨、これをグラインダーでグリグリすると、グリグリ、グリ、グ、グリコ。話すネタがないならカットしよう。グリグリすると、骨粉になります。バニラだと素手でできるのかな？ちょっと骨を素手で砕くとか意味がわかりませんね。こうやって骨粉を集めて農業を始めることになるんですが、正直、手動でグラインダーを動かすのに飽きてしまいました。自動化できるならしたいものだな。できますよ。できるんかい。この時代、まだ電気も火力もない時代、そんな時に自動化に役立ってくれるのが、そう、動物です。動物を使って自動的にグラインダーを動かしてもらおうと思います。そのために必要なのがこれ、ホースグラインドストーン。馬を使って牛を動かしてくれるアイテムかな？これに動物をくくりつけると動き始めるようですね。今回の目標はこれの作成になります。材料は、焼き石と棒と、タズナか。焼き石と棒はもうあるので問題ないんですが、問題なのはタズナだな。タズナのレシピはこんな感じ。ありがたいことにスライムは必要ないみたいだな。その代わり、ちょっと面倒くさそうなアイテムが素材になっています。これだな。この動画はこの歪んだステッキみたいなアイテムを作ることが目的になります。そんなにむずいのか。詳しく言うと、難しいのはこの素材の皮の作成ですね。皮って、皮？そう、この皮。この世界では、牛を倒しても皮は落としません。皮の材料は落としますけどね。じゃあその皮の材料を加工するのか。そういうことです。ということでまずは皮の材料を確保。皮の材料は生き物であれば大抵手に入ります。近くにいる羊でもできるのか。せっかく作ったんだからトマホーク使ってみよう。いや手の届く範囲じゃん。うわっちょ、なんだ？このトマホーク。瞬間移動させる能力があるのか。いやただのラグだろ。これですね。他に毛糸も手に入ったな。これで糸が作れるので、地味に必要量の多い糸の確保はできますね。この部屋、結構羊を見かけるしな。せっかくなのでもう一匹くらい吹っ飛ばしておきましょうか。ちょっと遠出中、この川も、ちゃんと見ると結構リアルにできてるんだな。川の流れが再現されるゲーム、それがマインクラフト。てん、何あれ？村だな。幻覚かな？結構近くに村があるように見えるんだが、あそこに拠点があって。こっちに村がある、目と鼻の先だな。すぐそこじゃん、なんだよ、行く方向が楽ならすぐに村見つけられたのかよ。村にやってきた。そこそこでかい規模だな。この白い服は、おお、マップを交換してくれる人。前回の村探しがなかったことに、近いし広いし有能な村人もいる。本当に前回はこの瞬間のためだけの前振りになっちゃったな。まあ結果見つかったのでいいんですけどね。しかし、交換にイカスミと羽が必要のようだな。羽は前回カットしたけど鶏見つけたのでおそらく鶏から手に入るとして、イカスミか。今まで一回もイカを見たことがないな。でも今調べたらイカスミが手に入るブロックがあるらしいので、それに頼ってみようと思います。今日も黒い狼は元気ですね。トマホークオラー。鳴き声が完全に犬のあれだから反感を買いそうですけど、あの犬は敵モンスターですからね。生きるために必要なのです。あれは、ハンマーヘッドシャーク。前々回に登場した諸悪の根源。ここにもスポーンするのか。いかここで分かれるとまずい。とりあえず近くの6に避難だ。あっぷねえ。こいつ、どこにでも湧くんだな。水中は危険ですね。あまり近づかないようにしましょう。と言っても、ゼロの時代にとって貝の産物は必要不可欠なアイテム。特にイカスミは必須になります。でもイカがいないし、なんなら今みたいにサメがいるな。なので、私自ら海に入るのはやめにします。お、じゃあ釣りかな？残念、釣りはできません。今回使うのは、これ。デンスネット。つまり、網？
そう、網漁です。なるほど。網漁なら網をセットして放置するだけでいろんな貝のアイテムが手に入ります。放置か、それは素晴らしい。しかし、網だけでは網漁はできません。このストライナーベースというものが必要になってきます。ホッパーの亜種、ウッパーが必要なんだな。ウッドとホッパーの混ぜた感がすごい。まずはストライナーベースから作りましょう。チェストを作って、チェストと木材で、トントントン。完成、木のホッパー。ん、これはウッパーじゃないのか。はい、これをさらに加工してウッパーが完成します。原木とナイフを加工すると、原木の皮が手に入ります。あと、糸と棒を合わせて、トントントン、クモの巣みたいなアイテムができます。クモの巣ですけどね。このクモの巣と、木のホッパー、原木の皮を合わせて、どんどんどん。はい、これでウッパーの完成です。チェストと、ウッパー。あとは木材と、棒を合わせて、トンテンカンテン。完成、ストライナーベース。これで網漁が解禁されたんだな。英語長いけど、要するに網を使えば貝のアイテムが手に入るよって書いてあります。ということなので、早速どんな感じなのか見てみましょう。いや、雲がただただキモい。水中にやってきました。まずベースをセットして、そこに網をセットします。これだけ？まあ、網漁ですから、ただ UI を見てみると、何かアイテムを入れれるスロットが、ちなみに初 UI、あ、ほんとだ。このスロットにバイト、つまり餌を入れればいいんだな。土と火打ち石、棒を合わせて。トントントン。完成、小さいシャベル。柄の部分が小さいな。土からできているとは思えない白さをしていますね。どう見ても鉄だろ。これを使って土を掘ると、一定確率で餌がドロップします。これですね。ワーム、虫ですね。虫が苦手な人は調べない方がいいぞ。ミミズの画像が出てくるからな。これをベースにセット。エラー出てますけど。This trainer does not need any bait. つまり、この網には餌は必要ないようです。餌が必要ない？まあつまり、この網は最低ランクのアイテムだから、材料はいらない代わりに最低ランクのアイテムしか手に入らないってことです。最低ランクなのに材料いらないのか。ビルドクラフトの木エンジンみたいな考えですね。めっちゃしっくりきた。網量はあれで放置です。必要ない霞が手に入ればいいな。放置している間に別のことをしましょう。原木の皮をグラインダーで粉々にして、粉々になった原木の皮、何かと使う粉砕機。網を確認したらもうすでにイカスミがありました。おお、ラッキー。オレンジの花を粉砕機にかけて、オレンジの染料、イカスミを粉砕して、黒色の染料、黒い染料とオレンジの染料を合わせて、茶色の染料、ファイバーと茶色の染料、イカスミを合わせて、トントントン。完成、ブラダー。なおこれも画像検索はおすすめしません。と言ってもこのアイテムはそんな危ないものではなく、いわゆる水を入れるやつです。コナンエグザイルで最初に手に入れるアイテムだな。多分視聴者でそのゲームしてる人いないと思います。バケツなんて高性能な道具が作れない代わりにこの袋を使うわけですね。バケツとの違いは、水をリバースできないところにあります。じゃあ本当にただの水が入った袋になるんだな。それじゃあ革の製作を始めます。やっとか。羊の皮をナイフで切って、形を整えます。海中で塩を採取して、塩と水袋、生の皮を合わせて、塩につけた皮、塩につけちゃうのか、皮を舐めすとき塩って使うんでしょうか？これを繰り返します。一回作るごとに水袋の水がなくなっちゃうんだな。だから水中で作っております。出来上がった塩漬けした皮を、干し器で乾燥させます。干し肉用に作った干し器、ここでも役に立つんだな。これで塩が馴染みました。これで完成か？バカなこと言っちゃいけませんよ。まだまだ加工します。この皮に、水と原木の皮の粉を混ぜると、舐めした皮が手に入ります。おお、やっと舐めしたか。ただこのままだとびっちゃびちゃなので、干し器で干します。はい、水分が落とされました。これで皮の完成か？はい、これで皆さんが見たことあるタイプの皮の完成です。これをナイフでカットして、皮を切ったもの。これをさらに糸と合わせてクラフトしまして。皮の糸の完成。より強固になった糸って感じだな。これをさらに糸と一緒に加工すると。できたぜ、タズナ。これでホースグラインダーが作れるな。焼き石とタズナ、棒を合わせてクラフトして。はい、完成です。時間がかかったな。ホースパワー。
雨の中申し訳ない、悪いのはお天道様です。ホースグラインダーは、地面から1ブロック上に上げて使います。おや、これは直には設置しないんだな。動物に動いてもらいますから、それなりの場所が必要になります。よし、あとは動物を連れてくるだけです。ホースグラインダーって名前がついてるけど、他の生き物でもいけるんじゃね？試しに羊を連れて行ってみましょう。あーダメですね、羊は動いてくれません。近くに豚がいたので拉致ってみます。お、繋がった。動かないぞ、働け。まあまあ、ひとたびここにアイテムを入れることで。おお、急に回り始めた。まるで動くことをプログラムされているかのように何事もなく動き始めた。これで勝手に骨ブロックが骨の粉になります。ということで、今回はここまで。また次回お会いしましょう。